ラウス・フレデリック・ニルソンは、スウェーデンの科学者である。1879年にスカンジウムを発見した。ニルソンは、エステル・イエートランド地方のフヨンバルが強く生まれた。父のニコラウスは農民であった。一家は、ラウスが若い頃にゴットランド島に引っ越した。高校を卒業すると、ニルソンは、ウプサラ大学に入学し、自然科学を学んだ。彼の科学の才能は、 かつてイエンス・ベルセリウスの教え子で科学の教授だった、ラース・フレデリク・スバンベリの興味を引いた。1874年、ニルソンは科学の助教となり、それ以来より多くの時間を研究に割くようになった。1879年に、気土類元素の研究をしている時に、彼はスカンジウムを発見した。この頃、彼は、 また様々な金属の原子化の決定を可能にした金属のガス密度の研究も行っていた。1882年、彼はロイヤルスウェディッシュアカデミー・オブ・アグリアンド・フォレストリーの科学研究部門長となった。この頃から彼の研究は部分的に新しい方向に向かい始めた。例えば、彼は牛乳や様々な飼料植物の研究を行った。ニルソンは 様々な学術団体の会員であり、スウェーデン北極星勲章を含むいくつかの賞を受けた。ありがとうございます。